このさ、イカちゃんのさ、眉毛がさ、変えられるみたいよ。スプラ3になると、眉毛を変えることができるんだって。髪型以外にも変えれる部分があるということで、ただただその情報、本当に眉毛変えれるんだよって伝えるためだけの動画。このイカちゃんの眉毛、すごいもう凛々しい眉毛なんだけど、これを、なんか伸ばしたり、ちょっと太くしたりとかできる。まあ、画像の通りね、この画像の通りできると思うので、まあ、新しく楽しめるポイントなんじゃないかなという。はい。本当にそんだけ。ごめん。本当にそんだけ。眉毛、大事だよな。眉毛抜いたりするもんな。眉毛の印象って一番大事なんよ。人って。だからスプラも大事だと思うんだ。あ、俺そんな気がする。やべ。始まる。マッチングしました。天美術大学縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、スプラ3がですね、眉毛変えれるということなので、まあ、みんなの見た目を気にする、多分みんな結構気にするから、任天堂さんが髪型以外も変えてあげようみたいな。服装と今まで、ごめんなんか、逆から言っちゃった。今まで服装と髪型だけしか選べなかったんですけど、そこをまた眉毛を変えてくれると。で、まあ、人間で言うと、眉毛って一番大事な、待ってこれ危ない、マジで危ない。そう、一番大事なとこで、その眉毛を変えれるのは良い。もうなんか俺で人に喋ってるな、もう。危ない。2、3発当たった、頑張って。上いるこれ。あれ、いない、消えた。これ上にいるの味方だ。人違いでした、ごめんなさい。なんならイカ違いでした。危ねえ危ねえ、下のやつやっつけてくれてる。ナイスナイス、味方うまいぞ。味方うまいぞ。あとあれ赤ザップだけですね。赤ザップだけだけど、カバー来ちゃったから一回下がりましょう。よし、味方強い。これ左側塗ってあげよう。右側塗っていきましょう。来てるかこれ。おし、ちょっと当たってる。おー、ナイスナイス、味方ナイスだよ。じゃあもうまた塗ろう。相手ピンチちょこちょこついてるし、いい感じ、いい感じ。眉毛も変えるし、いい感じ。俺ね、おたまろ、おたまろってポケモン？いたまろみたいな眉毛がいる。あれ、全然当たんない。ね、待って。本当に全然当たんなかった。せっかくボム使ったのに。なんか最近ジャイロがね、壊れた気がするんだけどね。普通に当たんなかっただけかな？あ、死んだかも。本当に壊れた気がするんだよね。やってる感じね。まあ、でもやってないのがいけない。やってるんだけどね。どちらかは、皆さんの考えに、皆さんの思ってる方になります。できます。OK。一人倒して。あー、射程長いよ、それダメだよー。オッケー、一応スペシャルは溜まったんだけど、味方一人いないやつかな。これはあれだ。やばいやつだ。おい、一人倒した。で、倒したんだけど。おっとおっとおっと、危ない危ない危ない。オッケー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 。もうぐちゃぐちゃだ、もう周りが。周りぐちゃぐちゃだし、ゴムラ使っちゃったよ。あ、死ぬこれ。オッケーオッケーオッケー、全然、危ない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 。なんとか耐えた、なんとか耐えた、これでかくね。で、死んじゃダメ、死んじゃダメ、死んじゃダメだ。ここ敵いるね。ここ敵いるよ。オッケーオッケー、倒した。これでかい。危ない危ない危ない、そこ飛んでくるとか味方。塗ります。スペシャル使います。使った。ノーだ。もう眉毛関係ねえ。眉毛関係ねえ。ただボム一発投げて終わった。微妙これ。マジで眉毛関係ないけど、なんか眉毛に全て持ってかれた試合だった。